ゴマのは草は、ゴマのは草かゴマのは草さ族の多年草。地下の根は一部が、防水型に肥大する。茎は、やや硬く、角張った量が4つあって四角になり、直立して高さ90から150センチメートルになる。葉は耐性し、長さ1から2センチメートルの葉平があり、葉芯は、やや厚く、卵型で、長さ6から8センチメートル、幅3から4センチメートルになる。 葉の先端は尖り、縁にはやや尖った胸脂が多数ある。花器は7から8月。茎先に長さ20から40センチメートルになる細長い相乗果樹を作り、多くの花をやや蜜につける。小花柄は短く長さ2から3ミリメートルになり、花柄とともに細かな線毛がやや蜜に生える。小花柄が短いため水上果樹に見える。額は5つに深く裂け。 学ペンは三角錠卵形で先は、やや鈍く尖る。果敢の色は、日本産の本属の花冠が倉、赤紫色系が、単行緑色で、紫褐色を帯びるが、本種は黄緑色。果敢の長さは6から7ミリメートルになり、膨らんだ壺形で、先は神経になって5列し、上唇は2列、下唇は3列し、上唇が長く下唇は反り返る。 湯水は4個あって、果敢した唇側につき、その上にヘラ状の仮湯水が1個ある。滴水洗熟で花が開くと花中が花冠の外に伸び、充粉して火水する。果実は長さ5ミリメートルになる、卵型の果てになり、放寒劣開する。種子は楕円型でごく小さい。日本では本州の関東地方南部、中部地方、中国地方、 九州に分布し、やや湿り気にある草地、草原などに生育する。国外では、朝鮮半島、中国大陸北部、東北部に分布する。和名のゴマの葉草は、ゴマの破草の意であるが、牧野富太郎は、葉の形がゴマの葉に似るので言うというが、実際には似ていない。という。また、首相名バージェリアナは、ドイツ人で日本植物の最終化。 ハインリヒビュルゲルへの懸命である。根を乾燥させたものを漢方薬で原酸と言い,い、喉の病気に薬にするというが、ゴマの歯草の中国名は北玄酸という。神聖の原酸は、同族の大雛のオスツボに近いスクロファレリア、ニングポンシスヘムスルの根を言う。絶滅危惧痛類。ありがとうございます。